そして岩井です。跳躍技ご覧ください。まあ、着地の崩れは少しありましたけどね、高さといい飛び方のE難度といい、やはり攻めてきましたですね、はい。まあ、彼全般的に言えることは非常にワンランク上の演技構成を今回発表してきているという、はい、その辺は非常に高く評価したいと思いますね、はい。この飛び方は伸身で笠松の1回ひねりですから、踏み切ってから着地まで合計2回ひねって着地しているということですね。難度はE難度です、E、空間の姿勢もいいですよ。勢い余ってちょっと後ろに行きましたけどね。岩井選手ご紹介しましょう。大和銀行入社2年目、群馬県の高崎工業から日本大学、23歳です。